和田くん、今年1年を振り返っていかがでしたか？もう最悪。最高でしょ？もう大変。最悪だけど最高でしょ？ベビーも生まれて大変。もう来年の抱負をお願いします。マジで、あれ無難な生活、無難な生活、もう無難な生活を送りたいと思います。うわ、釣り。ヤギさん、今年2009を振り返っていかがでしたか？楽しかったよ。楽しかった、うん、来年はどうしましょう？来年は俺と差し飲みだもんね。勝つよ、勝つよ。いや俺結構粘るよ。ここは高校生と飲もうや。高校生と飲もうね。俺もマジでね。いや佐藤先輩いなかったの残念だね。高弘呼ぶから、高弘呼ぶから。ゆうさん、ゆうさん、ゆうさん、今年1年振り返っていかがでしたか？せんで、いかがでしたか？楽しかったよ。2010年、楽しくねえよ、彼女に振られたよ最後ね。2010年、かわいかったんだよ。2010年はじゃあよりを戻す感じで。2010年、失礼しろ、電車だ。調子乗んなよ、お前は調子乗んなよ。俺は、俺が調子こきキャラじゃん。うん、そうだよ。ハゲてるし、ハゲてんだから、ハゲてんだからさ、そこは多めに見てもらうのもよくない？来年はいい彼女見つける。イエス、イエス。俺もいい彼女を見つけたいと思います。無理だ、一生無理だ、一生無理だ、30歳になっても無理だ、一生彼女できない、できないね。分かると思ってメールしてみた。今やだ、よしもだ、行ってみろ、マカジン、まぶしい、やい。最高でした、最高でしたね。あー、ゆうすけ先輩の髪が無事でよかった。無事でよかった。なんと開けましょう。はい、開けましょう。3、2、1。あっ、明日俺おば先輩消したのにな。音出さないでくれ。俺オフモードなの。やめろ。ムービー、ムービーか。言うてもこんぐらいじゃ酔っ払わないの分かってるじゃないですか、ヤギ先輩は。俺らはもっと強いから。ここ一番で最悪だよ。